皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒ですよ。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は和でした。しわす、たわらとなりました。このようにマスの中に1文字入れて言葉を完成させてください。もし答えが別にあるときはぜひコメントで教えてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はみでした。かみつ、すみれとなりました。制限時間内に分かりましたか？それでは次に行きましょう。3問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はなでした。みなも、きなりとなりました。きなりとは漂白あるいは染色をせずにさらにはさらすこともしていない素材そのものの状態の布地や糸のことですよ。色の名前ではないんですね。4問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は小さいつでした。楽器、フッ素となりましたよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はいでした。サイロ、添い寝となりました。わかりましたか？それでは次に行きましょう。
6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は小さいやでした。シャコ、鮭となりましたよ。魚の鮭ですが鮭とも呼びますよね。実はどちらの読み方も正解で同じ魚を指すので違いは特にないのだそうです。広辞苑に載っているのは鮭の方なので基本的な読み方としては鮭らしいですが、ある調査によれば鮭と読む派が 61.8% という結果もあるそうですよ。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。金庫、音符となりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はいでした。胎児、定期となりましたね。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はせでした。付箋、遺跡となりましたね。身近な文房具の付箋ですが、最近では QR コード付きでスマートフォンの写真と紐付けることができる付箋や、香りが付けられており使うたびにリラックスさせてくれるアロマ付箋など、ユニークな付箋がたくさんあるそうですよ。集めてみるのも楽しそうですね。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は木でした。滝木、砂金となりました。今回は何問正解できましたか。
追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。